5月14日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授の川上和久さん登場です。今週もお付き合いください。えさて、今週取り上げたニュースですが、プーチン大統領が戦勝記念日の演説で戦争宣言せず、韓国新大統領にユン・ソン・ヨル氏が就任。経済安全保障推進法案可決成立へ。 EU 大統領、ロシア産ガス金輸で依存から脱却すると表明。ウクライナのゼレンスキー大統領が北東部ハルキウ州の奪還を発表。2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準。フィンランドが NATO への加盟を求める方針。こういったニュースについて取り上げました。 今週の聞きどころですが、5月12日木曜日に、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さんに解説していただいた、岸田総理とフィンランド首相が会談、ロシアへの避難対応継続で一致というニュースについて、NATO とフィンランドとの歴史と関係性など詳しく伺いました。それでは今週のプレイバック。 岸田総理とフィンランラド首相が会談ロシアへの避難対応継続で一致岸田総理大臣は昨日日本を訪れているフィンランドのマリン首相と首脳会談を行いロシアによるウクライナへの軍事侵攻を強く非難するとともに毅然とした対応を続ける方針で一致しましたまた経済をめぐっては先端技術や再生可能エネルギーの分野で協力を強化していくことを確認しています NATO ・北大西洋条約機構に入るかどうかというところがここのところ話題になっているフィンランドでありますが、えー、このマリン首相このタイミングで日本を訪問しておりますどういう狙いがあると思われます、はい、このフィンランドの NATO 加盟申請はですね、はい、秒読み状態なんですね。秒読み あの今日にもフィンランド大統領が立場を表明するといわれていますし、ですから、来週、このフィンランドのニーニスト大統領がスウェーデンを訪問するということで、ここでフィンランド、スウェーデン、一緒に何かを発表するというようにも言われているところで、すでまあそうした中で、フィンランド首相が来日すると、これ、タイミングとしては重なってしまったというのが実態のところなんだと思いますけれども、ただ、ウクライナ戦争への対応が忙しい中で、ま、あ 日本まで来るというのはやはりそれなりに日本との関係も重視しているしアジアへの関与というものも重要なんだという意思表示なんだとは思いますただフィンランド首相の来日がここまで日本で注目されるっていうのは本当今までなかった初めての なるほど。そうですよね。まあ、フィンランドとの、こう、つながりが、というとね、あのー、航空便でつながってるというのはもちろんあるし、あの、ある意味、ヨーロッパのゲートウェイであると、ね、入り口だという話もあるんですが、やっぱりここはこの、ロシアと国境を接している、しかも1300キロもあると。この辺、こう、地政学的な部分とかで考えると、国民性的にも、どうなんですかやっぱり、もともと関心は強かったとか、そういうことはあるんですかそうですね。この、 まあ、ロシアと国境を接してますから、えー、このロシアも怖いし、うん、あるいは冷戦時代だったらソ連のまさに圧力を受けてきたわけですね、はいえー、ただこれ重要なのはこのよくフィンランドの話するときに1939年から40年の冬戦争ですとか国民の防衛意識が高いとかこれすべて、まあはい、事実だし本当なわけですけれども、うん、それをもって 今回のの NATO 加盟の説明って実はなかなかか難しいんですよねあ<ー>だって NATO ができてから73年になりますけれども、はい、73年間 NATO 入ってなかったわけですよで,、ね、でも冬戦争の経験って昔からあるわけで、はい、ですからやはり今回何かが変わったとそこが重要なんだと思う あでやっぱり連想するのが今回のこの2月24日からのウクライナのしんに対するロシアの侵略ですけれども<っ>ここってどうなんですか、引き金になってるんですかこれはの最終的な後押しをしたのが2月24日以降の侵略なんだと思いますねただ、その前から、はい、このフィンランドわれわれよく中立って言いますけどこれ、厳密には軍事的非同盟って言い方していて。軍事的非同盟、えーです あのフィンランドもスウェーデンも中立ってことは最近はほぼ使わないんですね。はい、で彼らはまあ政策としてまだあの非同盟で NATO に入らないというだけだったわけですよ。はい、で、政治的にはこの民主主義とか自由とか人権とか、これ、冷戦時代から完全に西側のと共有してたわけですね。はい、で、1995年、冷戦後の1995年には EU にも入ると。 あはい、で関係を、まあ、ですからこの EU や NATO 諸国にしてみればフィンランド<え>スウェーデンっていうのは昔から我々の一部なんですね。うん、で NATO との関係でも90年代以降ずっと関係を強化してきて、はい、で2000年代にはアフガニスタン ISAF という国際治安支援部隊という作戦にもかなり大規模に参加しているんですら NATO とはもうずっと一緒に作戦もやってきているとうそういう関係があるっていうのが一つでやはりそれがないといきなり戦争がウクライナ戦争が起きたから入りますにはならないあと、実はもう一つ重要なのが、はい、昨年12月にロシアが NATO 向けとアメリカ向けに新しい条約の提案を行った。 ご記憶の方もいいらっしゃると思いますけれども、はい、ウクライナ緊張を受けてみたいな感じでしたよねあの条約案の一番重要な点がのの非拡大の約束なんですねで当然ロシアはウクライナを中心とする旧ソ連諸国が念頭にあったわけですけどあれに一番反応しちゃったのがスウェーデンンンフィンランドなんですよ<ー>ですからあれによって自分たちの選択の自由が奪われると。 これで懸念が一気に高まったんですね。今までフィンランドスウェーデンっていうのは、今は入りたいわけじゃないけれども。入りたい時には入れるというのが重要だったんです。うん、ええー、N. A. T. O. へ加盟っていうと。もうこのウクライナの話があって、もう一足飛びに。 もう秩序変わったんだというようなイメージでいたわけですがもともと NATO とのつながりであったりとか、えー、下地というものがあったんだというお話がありましたこれやっぱその12月にロシア側が出してきた文書というのはそれほどフィンランドやこうスウェーデンにとっては出てきた時の反発もあったんですが最近あの、フィンランドのニーニスト大統領が、はい、あのザインタビューで あの12月のロシアの条約案が転換点だったって言い方をしているんですですからやはり、それほどまでにこの行動の自由を制約されることへの反発,発っていうのは大きかったんだろうなということですねもともと北欧の、ねえー、スカンジナビア半島にあるノルウェーとスウェーデンそしてその隣にあるフィンランド EU との間合いでもグラデーションがあって NATO 入ってるけど EU 入ってない国 <laughs> ったりとかあるいはフィンランドみたいに EU には入ってユーロも使ってる国があるとかスウェーデンは EU には入ってるけど自分の通貨使ってるとか,なんかその辺のグラデーションがありましたけどやっぱその辺って戦略的だったんですか戦略的といえば戦略的なんですけれども、えー、ただフィンランド、スウェーデンが NATO に入らなかったのは。はい 入らないのを希望していたかというと、そこは微妙なんですね。ええ、まあ特にフィンランドに関しては、うんはい、別に入りたくなかったから入らなかったというよりは、ええ、やはりソ連の隣にあって入ることは許されなかったと。かつては。ええ、うん、なるほど。で、しかしそういうこうまあある意味作用があって反作用があるみたいなことってどうなんですか。ロシアはこれ予想してたんですか。いや、これ完全にオウンゴール。 オンールですねなめてたんだと思いますこフィンランドスウェーデンの NATO 加盟議論って昔からあるわけですけれども、はい、まあ加盟申請まで踏み込まないだろうと高、はい、をくくってたんだと思うんですねですからこの、まあ、ウクライナの NATO 加盟を阻止するというの一つの理由として戦争を始めたら、はい、フィンランドスウェーデンが NATO に入ってしまうと。うでしかもこの北欧で 今までやはり第二次大戦後以降冷戦後だけではなくてです、ねはい、第二次大戦後以降重要だったのはやはり NATO に入ってない国があるってことなんですね北欧にしかもこのバルトに面してフィンランドスウェーデンという非 NATO 加盟国があるとでこれが全部 NATO 加盟国になるとロシアにしてみれば、ええ、まあこれによって最終的に NATO 加盟国に包囲されている状況ができるということなんですねですからバルト海のロシア軍の艦艇なんかは四方八方から全て。 加盟国に監視されるという状況になりますおおその上じゃあ南の国会から出てこうとするとそこには NATO 加盟国のトルコがあると、ね、うんですからこれで完全に今回の戦争を通じて行為が実現してしまったというです、ねはい、ロシアが望んでたものとは全く違うところに来たと正反対ですよね、はい、むしろとあともう一つ重要なのが、はい、これよくフィンランドとスウェーデンこれなんで一緒に 一緒に行動しようとしてるんですかみたいな話よく聞かれるんですけれどあこれどちらかだけが入ると、ええ、この地域で一つだけ非ナト t 加盟国が生まれちゃうってことなんですよ。うそうすると何らかの挑発とかを全て受ける対象になっちゃうんですね。それは分かっているんでフィンランドもスウェーデンも、はい、一緒に動きましょうということで。ですから今回は 今まではンンス,スウェーデンが先行していた部分があったんですが今回は明確にフィンランド主導で,、はい、でフィンランドは自分たちが先に動けば、ええ、スウェーデンも多分画面に踏み切ってくれるだろうと。 その読みがあったんんだと思うんですね、うん、でその読みが実現しつつあるということだと思います、うん、おこれ、そのあたりでこう今回、首相が来てますけれども、フィンランドの、であの他方大統領のこう役割っていうのも、やっぱりこう象徴的ではなくて結構大きいわけですかフィンランラド、ね、外交安全保障、軍事という点では、実は大統領、相当大きな役割、権限を持ってるんですね。お<ー>あの ですからこれ NATO の首脳会合も大統領が出席するんじゃないかという話もあってですからこのマリン首相のへの注目度はマスコミでも高いですけれどもあの実はあのニーニスト大統領もしっかり注目しないといいけないむしろその来週スウェーデンを訪れるというような予定を聞くと肝の部分は握ってるんじゃないかというようなところですね。 スウェーデンを国賓として訪問すするんですね<ー>ですからスウェーデン国王の招きで訪問するのが昔から決まってたんですね。はい、あそうなんでただ、ね、<え>たまたまタイミングがこうなったんで,、ええ、でスウェーデン首相との共同記者会見も予定されているということで、はい、やはり何かの発表がというところです、ねうんえー、フィンランドの首相の訪日そして、まあ、ヨーロッパの地政学的な情勢等々についてもお話をいただきました。 この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。 モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。 詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック「創立96年道徳で人と社会を幸せに」「公益財団法人モラロジー道徳教育財団」オッケー「OK コージーアップ週末増刊号」。 日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK、コージーアップ、週末増刊号今週は、えー、私が担当したポッドキャストの新しい配信プログラムのお知らせです。一つ目はスペイン。片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。サポーテッドバイ、スペイン政府観光局。 歌舞伎俳優の片岡愛之助さんが何度も旅してみたいと思える国スペインの魅力を様々な角度から4回にわたって熱く語っていくプログラムなんですがえ私アシスタントを担当しました愛之助さんとスペインとの出会いというのは歌舞伎だったそうなんです歌舞伎とフラメンコが融合した舞台 ゴエモン、石川ゴエモンで主人公ゴエモンを演じたのがスペインとの出会いでしたえ。もし石川ゴエモンがスペイン人と日本人のハーフだったらという話で、あのゴエモンは小さな時からこうフラメンコを踊れるという設定だったので、そこでフラメンコを習い始めたんだそうなんですよね。 そんなですねフラメンコのことももちろんなんですが、まあ、スペインという国をあの聞きの皆さんにこう知していただくためにどんな魅力がある国なのか、まあ、サグラダ・ファミリアをはじめとするおすすめの観光スポットの情報はもちろん片岡愛之助さんが現地で満喫したグルメですとかスペインの歴史についても深く掘り下げてお届けしていきます。すすすででにですね2回分のの配信がスススターートトししてております日本放送のポッッドキャストステーションそしてアップル スポーティファイなどの各配信サービスでお届けしておりますのでぜひチェックしてみてくださいあの私もかつて一度ですねスペインのバルセロナを旅したことがあるんですけれどもうん、もっと他の地域も行きたかったなーって思ったんですよねそんなスペイン各地域の特色ですとかあと愛之助さんとですねスペインの思い出についても話したりしてますスペインの思い出ちょっとだけここで話しますとサクラダファミリア行ってきました 高くそびえ立っていて、その迫力に最初は圧倒されるんですけれど、中入ってみると、雰囲気がまた柄と違って、温かみのある空間なんですよね。柱の先が枝分かれしていて、それでこう天井を支えているんですが、木をイメージしているということで、森の中にいるみたいな気持ちになるんですよね。あと、ステンドグラスがほんと、 本当に美しくって、西側に暖色系のステンドグラスがあったんですよね。夕方に行ったので、西日が差して、赤とかオレンジ色を基調としたステンドグラスが光り輝く様子というのが幻想的で、いやー、今思い出しても、ガウディの光を取り入れるこだわりというのがこうあるんだなって感じた瞬間ですね。 でまあ、そんなことをこう思い出したりとかもしているうちに痛もをってもいられなくなりましてスペイン政府観光局の方から東京にあるおすすめのスペイン料理屋さんを教えていただきまして行ってきましたそんなあのスペイン料理と一緒にあの写真を撮っている様子というのもですね番組のインスタグラムにアップしておりますのでよろしければご覧になってみてくださいスペイン旅してみたいなと思っている方にとっては ガイドのような番組になっているかなと思いますし、スペイン行ったことあるという方にとっては、ああ、そうそう、そういう場所あったよなーって、こう、懐かしい気持ちになるような、また行きたいなと思える番組になっていると思いますので、えー、ぜひぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。全4回にわたってスペインの魅力を紹介していく、片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。3回目と4回目は5月19日木曜日、配信予定です。 ぜひお聴きください。 続いてはですね、プロ野球についてのポッドキャストの番組ですね。人気ロックバンド、クリープハイプのボーカルギターで熱烈なスワローズファンの尾崎世界観さんがパーソナリティを務めるポッドキャストのコンテンツ。クリープハイプ尾崎世界観の野球100%パワードバイ日本放送ショーアップナイターのシーズン15の配信が始まっております。こちらもおお手伝いにお邪魔しましまた今回のゲスススストは新日本プロレスロレレインゴベルナブレスで ポン内藤哲也さんです。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、プロレス界では制御不能なカリスマとも呼ばれている内藤哲也さん広島カープへの愛も制御不能なほどに強い方なんですよねえそれこそですね、あの内藤哲也さんの入場曲スターダストがカープのチャンステーマ になっていたりですとか、あと他にもクリーアレン投手の登場曲にもなっていますよね。で、ソレイケカープ著名カープファンリレー映像にも出演されていまして、本当にこうカープ愛に溢れている方でもあります。で、あの尾崎世界観さんスワローズファンなんですけれども。 カープファンにしようと、カープファンに染めようとですね、内藤さんがこうプレッシャーをかけているところもありまして、まさにこう一種格闘技戦になっております。えー、こちらも全員4回にわたって配信されます。もうすでに1回目は配信されているんですが、18日に2回目、5月25日に3回目、6月1日に4回目の配信を予定しておりますので、ぜひこちらもたっぷりとお楽しみください。えー、どちらも日本放送のポッドキャストステーション、アップルの のスーなど各配信サービスでチェックしてみてみください続いては、これからのニュースの予定を紹介します。5月15日日曜日、沖縄が本土に復帰して50年。5月16日月曜日、4月の企業物価指数発表。5月17日火曜日、定例閣議。太平洋の島し国と日本の地方自治体が交流するネットワーク会議開催。 自民党安倍派パーティー開催。カンヌ国際映画祭開催。5月18日水曜日。先進7カ国財務省中央銀行総裁会議開催。1月から3月の GDP 速報値発表。静岡県熱海市の土石流災害の被害者遺族らが違法な盛り土を造成したとされる業者などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論。5月19日。 木曜日、4月の貿易統計発表。3月の機械受注統計発表。5月20日金曜日、定例閣議。小池東京都知事、定例会見。4月の全国消費者物価指数発表。5月21日土曜日、オーストラリア総選挙。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。5月16日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。 17日火曜日、ロールシ社ハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。18日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。19日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。20日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。 コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さん登場ですテーマは情報操作とメディアですオッケーコージーアップ週末増刊号 道徳って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。 日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。 ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗卓大学教授の川上和久さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて今回の対談のテーマは情報操作とメディアですがここで今回は とりわけ第一次世界大戦における情報操作あこれについていろいろと伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてあの第一次世界大戦でもまいろいろなあの嘘が流れたと思うんですが例えばどんなようなことがあったんでしょうか典型的な情報操作の例ですけれどもはい イギリスがです、ね、ドイツの残虐性というものを強調するために、はい、もちろんあのいろんなポスターを作ってですね、はい、ドイツのです、ね、看護師さんは負傷したイギリスの捕虜をね面倒を見てるふりをして毒薬を飲ませようとしてるとかそういうポスターも作ったりしました、えーえー、で当時はまだラジオは発達してなかったんで、えー、新聞だとか、えー、あるいはそういうポスターそういうものを使った情報捜査多かったんですけど典型的な非常に悪質な情報操作、はい、イギリスの情報操作の例は一つあるんですけど はい、第一次世界大戦の時も第二次世界大戦の時もそうですけれども、はい、ドイツっていうのはだいたいフランスと国境を接しているところはなかなか強固な要塞を作ってますから、はいはい、ベルギーがいつも犠牲になってますよね、はい、あよく言われてるアガサ・クリスティがベルギーからの難民の 方を見かけたらその人の顔を、ね、モデルにして名探偵ポアロを作ったって言われてますけれどもあ<ー>あれ第一次世界大戦の時ベルギーの難民の方モデルになったって言われてるんですよね。そなるほどで、はい、そのベルギーがドイツの侵攻を受けてこんなにひどい目に遭っている、はい、今のロシアのウクライナ侵攻にちょっと似てますけどね。はいはいはい そういうドイツの残虐性を強調するために、はいはい、イギリスはあのこういうあの、えー、情報操作、プロパガンダを流したんですね。はいはい、ドイツの兵隊さんがベルギーで子供に道を聞いた。はい、で、はい、道を聞いて分かんなかった。子供がね。で、結局それであのそのドイツ兵はその子供の手と足を切った。はいはい あそういうあの噂を新聞も含めてですね、はいはい、あるいは当時の教会でこんなことが行われてますよっていうことをイギリスは組織的に情報省がやったんです。なるほど。はい、で、じゃあそんなにひどいことが本当に行われたのかということを調べてみたら、全然 そんな事実はなかった。要するに、敵外心を煽るための情報操作だったんですよね。はいはい、で、あの。なんで、じゃ、そういうこう話が出来上がったかというと、これはあの推測ですけれども。はい、昔、あのベルギー領コンオっていうところがあっ。 <で>はい、そこでやっぱり収穫がちゃんとできないと腕を切るとか<ー>そういう残虐な習慣がどうやらあったようで、はい、だから話自体は実際に第一次世界大戦ないけどあったようなんですね、はい、そうするとなんか人の中にはそういう残虐なことっていうのは あるかもしれないっていう潜在意識ありますよね。ベルギー領の、あの、今後でそういう残虐なことが行われていっていうのは、えーえー、あの、ある程度こう、伝わってますから。うん、そうするとそれがストーンと入っていって、うん、ドイツ兵っていうのはこんな残虐なことをしている。うん、許していいのか、ということになります。うんうん、それをイギリスは盛んに言い立てて、うん、ドイツはもうけしからん。いうことで、敵外心を情緒的には追い立ったんですね。うんうん、なるほど。同じように、あの、ルシタニア号事件と。 ルシタニアいうのがあって。はい、で アメリカの商船、ルシタニアがこれ、ドイツの U ボートに撃沈されたっていう事件なんですけれども、で、そこに乗っていた民間人、アメリカ人も含めてですけれども、まあ、たくさん亡くなった。で、まあ、ドイツは事前に警告していたわけですよね。こういう海域入ってくると、U ボートによって撃沈されますということで、警告していたんだけれども、ルシタニアの船長は大丈夫ですということで、高速で突っ込んでいって、撃沈されたわけですけれども、これはいい悪いは、ともかくとして、 国際法上の問題ともかくとして、はい、これもリメンバー・ルシタニア<ー>ルシタニアを忘わせるな,なるそんなあのルシタニアを激進するような,なあの残虐なドイツは許してはいけないってことでもちろんその当時、はい、アメリカは参戦していませんでしたけれども、はい、アメリカにおいて反ドイツの感情を煽るたために一役勝ったっていうことはありますよね、はい、ですから敵の残虐行為というものを前回のカードスタッキングではないですけれども、はい、思いっきり話を持って 強調するっていうことで、情緒的に敵外心を引き起こすというような手法で、第一次世界大戦の時には敵に対するですね、敵外心を煽るというような情報操作が盛んに行われたんですね。なるほど。あの前回まあカードスタッキングについてお聞きしたんですが、はい、ネームコーリングっていうのもあるんですか？はい。ネームコーリングというのはいわゆる対象を名指しで批判して、はい、あいつはこういうやつは悪いやつだ。 やっつけちまでそういうふうに煽って情緒的な反応を引きすすんでねだから論理ではなくて情緒ですから確かにそうだとあいつは悪いやつだとそういうことを引き起こすと非常に世論が盛り上がりやすいまあいわば何て言うんですかねギリシャの都市国家アテネが滅亡に向かう時にはデマゴークですよね大衆の感情に訴えて煽るようなそういう扇動っていうのはよく行われたわけですけどいわばそういう。 批判する相手を決めて批判して敵外心をあおるという手法、今の日本でも使っていると思います。例えば、都知事選挙の時に都議会には黒いネズミもいます。うんうん、こういう人たち許していいんですかっていうと、うん、そうだそうだと。とあいつは悪い奴だっていうことで、うんうん、まあもちろん本当のこともあるでしょう。そうじゃないこともあるんだろうけれども、うんうん、あんな奴はやっつけろっていうことで、それに乗っかった知事候補が当選するってありますよね。だからまあ、選挙の場合には、これは悪い。 相手が悪いやつだ。例えば首相のくせに漢字読めないとかね。うん、そういうことを言って、こう、叩くっていうことは、戦術としては日本でもありますよね。選挙の時に勝つために。そういう、こう、ネームコーリングっていうのは、 政策で判断をして、うん、この政策がいい悪いとかそういうリテラシーに基づいて、うん、その政策のいばら判断するんじゃなくて、うん、あいつは悪いやつだーっていうレッテルを貼って、うん、そして敵返しを呼び込んで世論の支持を集めるっていう、うんまあ、戦争に勝つためには仕方ないことかもしれないんだけど、うん、ある意味で言うと危険な手法っていうか、うん、それで民主主義国家においてパーッと全部が決まってしまったら、うん、じゃあ 政策はどうなったのっていうことが得てしてですね、うんうん、問題になることあると思うんですよね。うんうん、そうですね、うん、いや今のお話聞いててね私も全く同感なのはこれも実は発言に気をつけて語らないといけないんですけども、うん、今のウクライナで、まあ、プーチンロシアがひどいことをやってると、うんまあ、それはまず確実だろうと、はいまあ、いろんな SNS の情報その他でねでそういうものを受けてもうプーチンがとにかく悪いと。 悪だとだからこいつを片付けなきゃいけないんだという話になっているわけですけども私ももちろんプーチン悪いのはその通りだと思うんですけども、うん、一方ですねちょっと離れてみて安全保障政策国家の安全保障政策としてこれまでの一連の経過を考えてきた時に 果たしてアメリカの安全保障政策が完全に正しかったのか、妥当だったのかっていう問題を議論しにくくなる。プーチンが悪いっていう世論が盛り上がると。まあ、冷静にこのアメリカのこれまでやってきた NATO 拡大をめぐる議論っていうのがしにくくなるっていうことがあって、 もう悪いのはもちろんプーチンですそれはもうはっきりしてる、うん、けどもアメリカがこういう今回の事態を招いた時に反省すべき点はなかったのかというと私はあったと今回はそれテーマじゃないんであんまり詳しくは言えないんですけども、まあ、簡単に言えば2008年の NATO が開いた首脳会議で、うん、ウクライナとグルジアの将来の加盟を決めたでこれに対してプーチンが非常に反発した。うん でそれはウクライナの希望だったから、それは良かったのかもしれないが、しかしその時に、そんなことをしたら、プーチンを怒らせて何が起きるか分からないぞっていう批判はあったわけですよ、うん、キッシンジャーも、アメリカの外交の専門家たちも、もうん、私がよく言ってるのは、シカゴ大学のミヤシアイマっていう教授なんですけど、彼、まあ、なんか、大間違いだと批判してたわけですね、うん、でもそのことをなかなか今、言い出しかねるみたいな空気がやっぱりあって。 で、だからそこのネームコーリングっていう問題とつまり、あいつは悪いっていうレッテル貼りの問題と政策の評価っていうのは、うん、やっぱり冷静に分けて考えないといけないよね。と、私はつくづく思っているんです。うん、おっしゃる通りですね。えー、あのネームコーリングあいつは悪い奴だというレッテルを貼ると、えー、その真相で。 やっぱり深く静かにやっていかなければいけない国家の国益のための外交だとか、それがじゃあ果たして正しかったのかっていうことをこう振り返って検証するっていう作業がなくなっていく。だからそこは日本も国益を守るためにじゃあ何が必要だったのかということを振り返る。あるいはアメリカの安全保障政策というのは ロシアのウクライナ侵攻を呼び込まないためにアメリカはもうちょっとやるべきことあったのかどうか,とかそういうことを冷静に組み立てていくそういったことを忘れてしまってはネームコーリングのあいわは悪やつだで終わってしまっては将来に向けてのですね設計を危うくしてしまうというところがありますね。 そういう政策の成功失敗。うん みたいなものを冷静に評価する私、一言で言えばアメリカの安全保障政策は失敗だと思ってるんです。なぜならば戦争という結果がもう起きてしまってるから戦争になってしまった政策はもうそれだけで失敗ですよ。だって政策っていうのは結果がすべてですからだからでもそういう議論がやっぱりしにくくなっていてアメリカ私も CNN 毎日見てるんですけどもなかなかそういう過去に振り返った議論っていうのはしにくい。ででももアメリカがそれ 健全だなと思うのは、まあ、あまり規模は大々的ではないにせよ、やっぱりアメリカはどこで間違ったのかっていう議論がやっぱりあるんですね、そこらへんがまあ健全だなというふうに思います,、うんそうですね、ネームコーリングのおかけで、政策の過去と政策の未来ですね、えー、それを忘れてはいけないと、ね、いうことにつきますよね。はい はい、これはぜひあのリスナーの皆さんもネームコーリングくれぐれも気をつけて一歩引き下がって事態を見るっていう好意性が大事ですね、うんうん、そうですねその通りですはい、えー、今日は川上和久先生にいろいろとお話を聞いてきましたまたよろしくお願いいたします今日はどうもありがとうございましたありがとうございました OK コージーアップ週末増刊号 この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。コーージアップ週末増刊号 コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です今回は国内決算についてですそれではひなさんよろしくお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします一つ目のポイントは CPI と国内決算ですアメリカでは 四月の消費者物価指数 CPI の発表がありました CPI はアメリカのインフレ動向のバロメーターになっています CPI の数値が高ければインフレを抑え込むためにアメリカの金融当局が一層の金融引き締めつまり金利の引き上げをしてくるだろうとの読みが働きます金利が先行き上昇するとの見方は株式市場にとってはネガティブとなります CPI の発表を受けてニューヨーク市場は急落しましたしばらくはアメリカのインフレ動向金利動向に大きく振り回される相場が続きそうですアメリカの主要産指数は揃って年初来安値を更新しこれを受けて日経平均も大幅安となりました日本市場も売り一辺倒に傾きつつあり通常なら短期資金の流入も見られる 直近 IPO 銘柄もひどく売られています。個人投資家の資金がだいぶ傷んでいると伺えます。ですが、時代が悪い中でも、高決算銘柄には強い買いが入っていて、工業籍のヨネックスや神戸港オリンパスなどが急騰していました。金曜日は1200銘柄以上の決算発表が集中する日になり、個人投資家はリスクオフ気味のスタンスで、 相場を取り組む日々が続いていました。2つ目のポイントはグロースコア指数です。東証はグロースコア指数というグロース市場の中で、時価総額の大きい20社を集めて作った指数を発表しています。この20社の中には、メルカリや弁護士、ドット、コムベースなど、旧マザーズ指数の時価総額の大きい銘柄が含まれています。 木曜日はこのグロース市場コア指数が最大で8%ほどの下落となっていました。指数が8%も下落するというのは相当な大きさです。マザーズ指数やグロースコア指数の急落が起きていますが、なぜこのタイミングでこのようにすごい急落がとちょっといぶかしむほどの下げとなっていました。グロース銘柄など 新興市場銘柄を売る動きが世界的に起きていてそこに国内の個人投資家の投げ売りがかさんでしまっているのかもしれません来週のポイントは決算発表から見つけた銘柄です企業の決算発表のピークとオプション S q の算出日を通過して来週はやっと仕切り直しの相場がスタートします国内ネット証券の店内情報では 個人投資家のおい装が多発しているとのことです。先週ブログにも書きましたが、私は引き続きキャッシュポジションを高めて、まずは短期目線で取り組みたいと思っています。先週木曜日はソフトバンクグループが1兆7,080億円という大幅赤字を発表しました。個別銘柄は老媒売,売りに惑わされないように、コロナ禍で収益が悪化した企業の 業績回復期待が高まるものを選別していきたいなと思っています。インバウンドや GoTo トラベル再開も視野に入れて、花ツアーや ANA ホールディングスなどの旅行関連などにも注目しています。また、感染拡大前の売り上げに迫る衣料品専門店のアダストリアや、既存店売上高を伸ばしている島村など、外出を意識した買い物も増えていますので、 工業績銘柄の押し目はゆっくり引きつけたいなと思っています今週の相場格言株は5月に売り抜けろセルインメイゴアウェイというウォール街の格言です5月に株を売って逃げなさいと訳されることが多いのですがこれは5月にかけて株式市場が上昇しやすい一方で 6月以降は軟調な展開になりやすいという教えです。前年度に収めた税金の還付金が戻ってくるため、5月にかけて市場に新しい資金が入り、それらの利益確定売りが出たり、海外の機関投資家の決算対策の売りが出たりするため、株価が下落しやすくなります。必ずこうなるというわけではありませんが、相場の修正としてしっかり覚えておきましょう。 以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。オッケーコージーージアアップ週末増刊号ここまででのの相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした